皆様こんにちは、ダンサーひろみです。はい、今日はですね、この間のちょっとね、内臓とかというちょっと話をしましたね。で、筋肉のちょっとお話になるんですけれども、でまずですね、体の中の筋肉の種類は600から700とか言われてて、なんかこれもいっぱい諸説あるんですよ。なので、なんかまあ大体ぐらいな感じで聞いてってくれるといいと思うんですけど、それぐらいで、その中に髄筋と言って、この間もちらっと言いましたけど、体をね、動かすための骨格の筋肉ですね。で、髄っていうのはどういうことかというと、自分の脳からの指令で動けるという、骨格を動かすというのが髄筋と言っています。で、それとは逆にですね、不随筋。例えば、皆さんは内臓とかをただの細胞の塊だと思ってるかもしれないけど、筋肉ですからね、全部ね、平滑筋とか横紋筋とか、なんかいろいろな筋肉でできてるんですよ。ただ、自分の脳からの指令で動かせませんよね。例えば、なんか一つのいい例として挙げてみる、いいかどうか分かんないですけど、例として挙げてみると、便秘の人とか結構多いじゃないですか、女性なんかね。で、便秘の時に、腸がですね、自分の髄筋だったら、なんか上行結腸を上に上げて、そして横行結腸を今横断中。はい、そしてね、ここのちょうど下行結腸を行って S 字結腸、あで出せるわけですよね。ということは、もうね、1週間も出てないのよ。ということはないってことなんですよ。ですけど、やっぱりそうやっていっぱいもう1週間出ないとか言ってる人が多いっていうことは、ってこの間も言いましたよね。やっぱり髄筋じゃないから、自律神経の、神経系の指令で動いてるってことなんですね。で、何を言いたいかと言いますと、そっちの方が数が多いんですよ。で、髄筋なんて40%しかないんだよって話なの。で、不随筋は、まあ、100とした時に60%ですね。内臓を作ってる平滑筋、心臓を作ってる心筋とかってことになるの。で、じゃあ、って言ってね、まあ、それ分かりましたと。でね、内臓をじゃあね、持ち上げる感じとかって私よく最近言ってるんですけど、そうすることによって何があるかと言ったら、内臓は動かないのよ。動かすこともできないの。ただ、これはイメージとして、自分の中に入ってるものがね、こういうイメージです。ケーキがあります。ケーキの箱。で、ケーキってベーキングパウダーですか？あれを入れたら、入れすぎたらボワーって膨らみますよね。で、そういうふうになんか例えば肺がブワーって膨らんでくると、それに付随してグーって肋骨が上がってくるとかってこうありますよね。で、これっていうのは内臓が上がってくることに対してて、ブワーって肋骨が大きくなったりだとか、上行ったりだとかって、こういうことになると思うんですね。なので、なんか内臓を動かすということよりも、イメージするっていうイメージなんですよ。それがイメージした時に、この箱が一緒にひしゃげたりだとかで、ひしゃぐという言葉は共通語です、皆さんね。ラーメンのラーにって書いて、ぐ、てんてん、で、ひしゃぐです。で、どういうことかというと、あばら屋みたいな、なんかね、こう箱みたいな、こう木で作ったお家がありまして、上から圧力をかけたときに、こうって潰れないじゃない？なぜかといったら、こういう柱が立ってるから、これ無理ですよね。ってことは、これがうってされたときに、どっちかにニューンとこう歪んで、このようにこういう形になった、これがこうなったのがひしゃぐというイメージです。で、その肋骨というのは12個のこう、あばら屋みたいになってる、だからあばら骨っていうんですけど、それが内臓が変わることによってひしゃぐ、まあ、外側からの圧力でもひしゃぎますけど、内側からのこういう内臓とかってやったり、って吸ったり、ふーって吐いたりすれば、当然変わりますよね。で、こうやって内肋間筋、外肋間筋というのが動いているので、外側からのアプローチよりも中からだって動いているんだよっていう感覚が少し分かりやすいかと思って、このような話をよくしてるんですね。でですね、例えば、内臓の今度一番表面にあるお腹周りのなんか筋肉だと、みんなお腹をインナーマッスルって言ってるんですね。で、なんか腹筋がインナーマッスル、腹の中がインナーマッスルって思ってるけど、インナーマッスルって体中にあるからね。ね、で、何を言ってるかと言いますと、表面ね、体の表面でこうやって触って認識できるやつがアウターマッスルなんですよ。で、体の中心に近いところをインナーマッスルとは言ってるんですけど、そのインナーマッスルにはローカル筋とか姿勢保持筋とか深層筋とかって名前がまたいっぱいあるのね。で、じゃあ、インナーマッスルって何ですかって言ったら、お腹だったら、お腹のまあイメージが強いですけど、お腹だったら一番深いところの筋肉を言ってるんだよってことなの。で、背骨だったら背骨についている脊柱起立筋群ありますよね。こうなんか半返し犬みたいにダーッとなってますよね。で、これは別名姿勢保持筋っていうんですから、これだってインナーマッスルですよね。
で、もう一個は深さですから、例えば手の中の一番奥の回旋させるこういう筋肉、この回旋させる筋肉はインナーマッスルですよ。だから全部にあるんですよ。だからお腹だけがインナーマッスルと思ってた皆さん、違うよ、ね、で手なんかで言うとこうやってグッと力入れた時に固まるのはアウターマッスルですよ。でドアノブを回す時にカチャって、これインナーマッスルでやってますからね。関節部分にいっぱいついてると言われてるんですけどね。でこういうことなの。だからインナーマッスルっていうとなんかこう腹腹筋とかってもう あっさりそっちに行っちゃうけども、そういうことじゃないんですよってことなの。だからなんかインナーマッスルを使ってって言ったら腹ではなくて内臓を意識して、そこからその姿勢保持筋だったりだとか脊柱だったりだとかを意識するってことなの。で内臓の位置がちゃんとなると姿勢が良くなるってよく言われてますよね。